あるあるシティは、福岡県北九州市小倉北区、浅野の小倉交二21号館内に立地する商業施設。また、かつて同施設の運営を担当している、株式会社あるあるシティの社名でもあった。2021年8月現在は、アパマンネットワーク株式会社の運営になっている。小倉交二21号館は、地上7階。 地下1階建てで1993年に落成。ラフォーレ原宿小倉をメインテナントとして開業したが、ラフォーレ原宿は2007年に閉店。その後もビル自体は営業を続けていたものの、テナントは少数で空室が目立った。2010年2月に北九州市による漫画ミュージアムが同ビル6.7階に入居することが内定。 ビル全体を漫画をコンセプトとすることが発表された。2011年4月には、漫画ミュージアムのフロアを5階6階に変更すると、共に、施設名を、あるあるシティとすることが発表された。2012年4月27日に、北九州市漫画ミュージアムを除いた24店舗で、部分オープン、翌28日には、オープニングイベントの一環として、カラフィナや、 ことこらが出演するあるあるシティライブプロジェクト A3 が近隣の西日本総合展示場で開催された。小倉駅資金に位置し、山陽新幹線や高速バス、北九州空港を通じ広域からの集客が見込まれ、近隣の西日本総合展示場やベスト電気、小倉本店との相乗効果が期待されていた。運営会社では、 年間200万人の来館者を目指している。しかしながら2012年4月をもって、ベスト電気店舗内のアニメショップがあるあるシティ内へと移転したこともあり、ベスト電気側のビルに関してはあるあるシティ2号館と呼称されながらも大規模イベント時の会場としての利用や駐車場としての利用に止まっており、2号館の本格的な運営開始は2014年まで待つこととなる。 同年8月3日には、北九州市漫画ミュージアムが開館し、投資設は全面開業した。それに伴い、宇宙海賊キャプテンハーロックのハーロック、銀河鉄道39のメーテル、星野鉄夫のキャラクター銅像を制作。小倉駅の新幹線口近くに設置された。2014年3月、あるあるシティ2号館にコアーキングスペースのファビットが開店。 7月25日には、同施設内に、デジタルハリウッドスタジオコクラの開講が予定されて、いたが、予定のままで終了した。出展テナントは、アニメ、漫画、アイドルなどサブカルチャーに特化しており、アニメ、導人ショップや、キャラクターグッズ専門店が集結するほか、北九州市漫画ミュージアム、劇場が入居する。その他のテナントについては、公式サイト、 ショップの一覧を参照。ありがとうございます。